これこれ、初期モッチョさんこれだったんだよ。渋い。そう、初期のモッチョさん写真。うちの初期のモッチョさんはね、髪の毛が生えててね、あの一切の侍っぽさがなくて、なんかただのおっさんじゃんってことになって、スーツを着せてちょんまげになったの。世界を視野に入れて、そう世界を視野に入れて、バイオハザードじゃない、これもっちさんの初期。もっちさんはね、何気にね、いろんな案があったわけよ。もっとひどいのもあったんだけどね。戻ってる、ゲンガごめん。ちょっと姉ちゃんには理解できねえ言葉だな。これと、あれ？あ、いた。こいつと、これが尾形さんの元。見えるかな？ 3 秒だけ。1、2、3。これが尾形さんのもっちょさんの元ね、元の元で、これがもっちょさんパート2。これピングにすると面白いですね。おもろい。浮かび上がらせないで、もうちょっと見てるとね、出てくる。これ何これ？これもっちょさんパート2。なんだこんな細い。でも正面描いてって言われて、サイじゃなくてあれで描いた時なんだよ。浮かび上がる。パワータイプすぎやろ。このもっちょさん、やっぱピンにするとなんかいいね。うん。日本もっちょ動くこれちょっと置いとこ、インテリアにしとこ。あら、私は目立てない。あんまちっちゃくすると見えんくない？こっちの方がいいかな。もっちょさんでお待ちのお客様もっちょさんでお待ちのお客様やばい。これかわいいわ。かわいいじゃん、裸。そうだね、裸だね、こいつは基本的に。もうなんか私が囲まれてるみたい。これいくない？ちょっとね、いいよね。ポチカ頭にする、ポチカ頭にする。ちょっとこれ影ついてるから、なんか踏んづけられてるみたいになるね。いいわこれ。